どうも、詩的な山の話です。今回は前回の詩的な雪山ウェア編の続きで、詩的な雪山ギアのお話です。詩的はこんなものを使っているんだと思っていただければ幸いです。まずご紹介するギアの使用シーンですが、ある程度の積雪がある雪山で、一般雪山登山と山スキーでの使用が目的です。状況により内容の増減はありますのでご了承ください。この後は1、歩行に関わる装備、2、ナビゲーションに関わる装備、3、雪に対するプロテクション装備、4、雪崩対応装備、5、エマージェンシー装備、6、リュック、7、その他の順でお話を進めていきます。ちなみにシューズ、グローブ、帽子、フェイスカバーなどはウェア編でお話をしていますので、そちらの動画をご覧ください。まずアイゼンですが、12本はレバーロックワンタッチアイゼンを選んでいます。ポイントは雪山重登山靴と山スキー靴の両方でつけることができるタイプを選んでいます。アイスクライミングを少しやっていたので、モノポイントのまま使用しています。スキーに関してはパウダー用とそれ以外の状況用で2本を使い分けています。パウダー用は浮力と操作性能、もう1本はオールラウンド性能の高さで選んでいます。スキー場利用もあるため、ビンディングは少し重くてもブレーキ付きをチョイスしています。当然ですがシールとスキーアイゼンもセットで使用しています。ちなみにスノーシューは雪山登山メインの頃は MSR のライトニングアセントを使用していましたが、山スキーがメインになってからは必要がなくなり友人に譲ってしまいました。和感は使用経験がなく、マジックマウンテンのトレースラインの購入を検討中です。ストックですが、スキー用のものを使用しています。詩的な雪山登山の使用状況では、ピッケルよりもストックがメインになります。ピッケルが必要な場合は、ピッケルが一体型のウィペットを使用することが多いです。ピッケルですが、アルパインの真似事やアイスクライミング用として使用しています。以前ブラックダイヤモンドのレイブンというストレートシャフトのものを使用していましたが、一般登山ではウィペットで賄えるため、ピッケルはテクニカルなものに移行したという次第です。25,000分の1地形図、山と高原地図、ベースプレートコンパス、GPS、スマホ、時計がワンセットです。ここでのポイントは、地形図に事前に情報を記入しておくことです。GPS やスマホがやられても、行動可能な事前準備が鉄則です。まずはサングラスですが、行動中の大半はこのサングラスをメインで使用しています。デザインは微妙ですが、周囲からの雪の侵入は抑えられます。ゴーグルと一緒で、使用回数、状況によって当然曇ります。そのため、予備で別タイプも持っていきます。ゴーグルはこの2種類をセットで使用しています。使用シーンは吹雪やスキー滑走時です。ゴーグルも曇るものなので、常に予備を持っていきます。スワンズの熱やファンを使ったバッテリー式のゴーグルが良いらしいのですが、稼働時間が短いため迷ったまま購入していません。ヘルメットはできるだけ軽く帽子をかぶれるサイズを選んでいます。ゲーターはゲーターなしのパンツを履く際に使用しています。
現在はゲーター付きパンツが主力の指摘にとっては出番がほとんどありません。まずはビーコン、ショベル、プローブの雪山三種の神器です。ビーコンは三軸アンテナで、当時安く購入できたオルトボックスのこのタイプをチョイスしました。ビーコンに関しては余談ですが、ビーコンから50センチ以内にデジタル通信系機器があると、ビーコンの送受信に悪影響が出るとのことです。アクションカムを含むデジタル機器を持つ場合は、できるだけビーコンから離れた位置に機器を携帯しましょう。ショベルは金属製で、コンパクト重視のこのモデルを使用しています。プローブは G3 のこのタイプを当時お店の方に勧められたので購入しました。3種以外では、雪崩リスク以外の観点で、これらの装備を相互レスキュー用として状況により持ち歩いています。イメージとしては、落とし穴に落ちた場合の引き上げ用装備です。非常時アイテムはあくまでも非常時用のため、重さが軽くかさばらない濡れに強いものを選んでいます。セルト、エマージェンシービビー、エマージェンシーシート、スノーソー、全部の重さでこんな感じです。ちなみに先ほどの相互レスキュー装備と合わせて、こちらの仕様も想定しています。リュックは工程の長さでサイズを選んでいます。短い日帰りはこのタイプ。スノーパックのため収納スペースは考えられていますが、背面がフルオープンではないことがネックです。スノーパックとして作られた日帰りモデルは背面フルオープンが理想です。荷物が多いまたは時間の長めの日帰りはこのタイプを使用しています。スノーパックではないですが、雪山登山、山スキー両方のギアは全て付けられるので便利です。シンプルで耐久性が高いことも特徴です。テント泊の場合はこのタイプを使用しています。もともとアルパイン用のパックのため、全ての装備が付けられます。シンプルで軽く壊れにくい一気室構造も気に入っています。ちなみに当然のことですが、全てのリュックの背面は雪がつきにくいフラットパネルのものを選んでいます。その他はこちらです。サーモスは雪山では必携です。悪天候が多くバーナーが使えない状況が多い雪山では、すぐに熱源を補給できるものは重要です。ペットボトルケースですが、常温の飲料確保のために使えます。リュックの背中側に入れておくと凍結しづらいです。そしてブラシ、登山スタイルの場合はこちら、山スキースタイルの場合はこちら。この部分がスキー板の裏側に氷がついた場合のスクレーパーになっています。いかがでしたか？今回は雪山一般登山と山スキーをメインにした私的なベースギア装備のお話でした。当然雪山で必要があっても、雪山ギアとして優先してお話しする必要がないものは今回は省いてお話をさせていただきました。さらに細かい内容に関しては、シーンを想定したパッキング動画として今後お話をできればと考えています。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はゆるい低山動画の予定です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。